皆さんこんにちは、スプレアートでのべらちゃんです。チャンネルへようこそ。今日の話がね、日本の温泉の話をしたいと思います。ここに来るとなんか温泉のことを知るとね、なんかみんな嫌がる。他の人の前で裸で、他の人の前で裸にいるのはちょっと嫌だなっていろんな人が思います。外国人で、メキシコもそういう文化がないので、私ね、日本人のお友達とかね、めっちゃおすすめしてくれました。そのなんか温泉行ってみたら、温泉行ってみてとかって言ってて、やだ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 、絶対に温泉に行かない、行かない。お風呂でもね、あんまり入りたくなかった。まあお風呂はね、まあ自分の家だから裸とか関係ないけど、なんかうーんって感じだったね。今ね、もちろん温泉が大好きだし、お風呂も超大好き。なんかめっちゃないいな、リラックスタイムなんだけど、熱い、超熱い水でスッとそこに行って、何が面白いなと思ったね。です、まあ温泉がいいなと思います。ということで、またなんかこれに関して話してとかね、何かがあればコメントに書いてください。ありがとうね皆さん。アディオスアミゴース。